なんかさ、本当は終電の予定だったけど配信できんなと思ってたんやけど、早く終わってちょっと早い新幹線に乗ったので配信できました。イエーイ。あ、テロップしよう。写真集検定得点つくよ。落書きポストカード。うん、ワンワンさん写真集ゲットしてくれてありがとう。おかゆさんありがとう。ありがとうございます。皆さんこんばんは。耐え？ずっと帽子かぶっとったけさ。ボサボサ。サンキュー間に合った。うん、嬉しい。ありがとうね。いや、帽子かぶろう。いや、そんな顔なんかかぶらん。かぶらん方が顔が明るい。で、あの今現在広島はもう信じられないぐらい土砂降りです。え、マジでやばい。本当にやばい。なんかどうしても7秒ぐらい、どうしても7秒ぐらい傘なしで外を歩かんといけんかったんですよ。で、その7秒でマジでもうめちゃくちゃめちゃくちゃ濡れちゃったぐらい、マジで久々にこんな雨の音聞いたわってぐらいめっちゃ雨降っとる。あと雷と。皆さん気をつけください。雨雲レーダー赤くなってた。え、見たい。雨雲レーダー見たい。雨雲レーダー、ヤフー。あ、やばやばいこれなんかあんま言いにくいね、場所が分かりやすそう言ったら。でもやばい、こりゃやばいです。こりゃこりゃやばいよ。めっちゃ雨が降ってる。皆さんお気をつけて。ありがとうございます。ボリリンさん、大宮デンスケさん、デンタカヒロくんさん、じゃん、つくねさん、エリックセンさん、タクヤさん、わ何今のは、ヨシトさん、名古屋のカープさん、マルフクさん、ありがとうございます。写真集ゲットしてくれてありがとうございます。みんなきっといいことがあると思います。
しい写真集。早くもうほんまに早くさほんまに早くみんなの感想聞きたい。ぺしゃんこじゃねえかみ。滑り込みセーフありがとう。なんかこれさラグあってさ名前急に現れたりするけどさ読まれてない、読まれてないって人おったら教えてくださいね。ひま太郎さんありがとう。ひまな顔。今日石田パーカーもう秋、こりゃ秋ですわ。秋だな。箱さんありがとう。クリプトンさんありがとう。クリプトンってちっちゃいやつだよね。ミエナッチさんありがとう。ミエナッチってきた。なんかみなんか海岸思い出す。三浦海岸ってあるないかな。広島の方にないかな。なんか聞いたことある。神奈川全然広島じゃない。有名な海岸ですか。たなまるさんありがとう。たな出会って写真集申し込めばいいですか。なんかねカートみたいなね押したらねゲットできます。あ有名か海岸。なんか今日さ髪長い気がする。今日髪長い気がします。あ、ありがとうございますカーテンのグッズのところです。ありがとう。え、そうじゃね湿気じゃ。え、でもさ分からん、なんかさ長くない、なんか長いんじゃけど。ね、伸びた。平吉さんありがとう。よし、今日は地方公演に向けての日でした。もうワクワク止まらん。一日でそんなに髪伸びるもんなん。いや全然、うん、そんなもんじゃない全く。全然そんなことないです。これは多分普段巻いたりしてるけど、今日も巻いとったんやけど外羽、ね、もう外羽とはってぐらい何も残ってない今。あ前髪伸びたかも。確かに前髪切りたいな。地獄嵐さんありがとう。雨コンタクトしとるけん今日は遠くても見える。
昨日は寒いのに。そう、最近半袖を着たかと思えばパーカーを着たり、明日はきっと半袖を着ると思う上着も着るかと。超コン楽しみすぎる、マジで楽しみ、やばい、楽しみすぎる、本当に楽しみなんやけど、どうしよう、めちゃくちゃ楽しみよ。修二さんありがとう。修二。ミックさんありがとう。ミ。ほんまに楽しみ。もう楽しみすぎる。うん、楽しみ。楽しみ。コンタクト若干の乾燥を感じる。雨の音分かります？あんまり聞こえん？悔しい、聞かせたい。じゃあこういくよ、嬉しい、ほんまに楽しみすぎる。ルーシェさんありがとう。ルかわいい。広島におる、おる姪っ子が雨の音が怖くて、ね、寝られんって電話してきた。かわいい、その子のためにもやんでほしい。あのね、最近あの何て言うんかな、これホーム画面変えて、あのその時の天気が映るやつにしたんですよ。これめっちゃすごいよ、私これもう虜になっとんやけど、このホーム画面のこれちょっと今見せよう。こういうの暗くしての方が、あ、なんか反射するこれ見てわかる、雨降っとんよ。これつけたすぐはちょっと動いとんよ。すごくないですか。どうやってするの。これ普通に設定のところからなんかできる。これもうこれ見るのが楽しくてよく見るし、これを見るためになんか時計が見たい系とかじゃなくって、これが見たい系見る。いやこれマジですごいんですよ。なんか朝とかそのさ始発で行く時とかに5時なんぼとかに起きたら、もうほんと数分単位で色が変わるんよ。徐々に明るくなっていくんよ。
めっちゃ可愛いよ朝のあの色。これめっちゃね可愛い。結構お天気当たってる。え、うん、え、当たってるっていうかなんかもうなんかあの写し鏡って感じ。その時にいるところの空、うん、その時におるとこの空だと思う多分。え、すごいね運命の力って感じ。これ超お気に入りでなんか癒される。夕方とかもねめっちゃ綺麗。え、ね、私これにしてから多分1週間ぐらい、びっくりした机にえ、見たことない可愛いポーチがあるえ、びっくりした可愛い多分お母さんが置いたんだと思う私1週間ぐらい経ったんやけど今日初めて昼に月のマークがあってスクショした。月やと思って。宮津代さん KH 高原さん高原 GU さんグ秋広さん、あ、秋、ありがとうございます。お、ひろさん、ひろ、うん、ありがとう。これかぶったらちょっとショート風。伸びた伸びた。明日はゆっくり早起き。明日も早起きやでも早起きなんですよ。なんてこったや。うん、カズヤさんありがとう。カズ。みんなもさ、早起きの人多いんやない？明日。から月曜日やね。ちょうこ行きます。初めてやる。おお嬉しい。満喫してもらえると思います楽しみちゃん。アーさん、魚や魚。ミク青い鳥さん、ボーイングさん、ボーイング、馬之助さん、ありがとう。
じゃあこの前の日にオンラインお話し会やるのも嬉しいね。そうなんですよ、オンラインお話し会地方コン地方コンなんですよ。じゃあこのオンラインお話し会は結構次の 日からの地方コンを左右するんですよね。ちょっとオンライン、私いつもすんごい大きい声で喋っちゃうんですけど、まあその日は私だけなのでオンライン、その日はイヤホンつけるけどさ、いつもなんか声大きくなるんよね多分。でもさ全メンバーの時はさしょうがないやんイヤホン。でもその日は一人やけんイヤホンなしで普通の声で喋ろうと思っております。早くみんなに見てもらいたい、超楽しみ本当に。マスターさんコーヒー、ありがとうございます。なんかピアノ弾けん人のジェスチャーって感じ。高速猫踏んじゃったができたり、いやもうもちろんできません。高速じゃなくてもう低速でもできん。低速猫踏んじゃっても弾けないぐらい。ピアノとは無縁ですね。ピアノできたらねめっちゃかっこいいけど。しんじさんありがとう。しんじ、懐かしい雨のピアニスト、今日にぴったり。雨も降っとるし猫踏んじゃったの引いたし。眠くなってきた。でも今日はなんか始発とか朝の新幹線は4時間ほとんど寝るとか全然あるんですけど、
私帰りの新幹線大体寝ないんですよ。なんか SNS とかしたり写真いっぱいいろいろしたりして、気づいたら4時間経って着いてるって感じなんやけど、今日はもう超寝たね。今日珍しく帰りなのにめっちゃ寝た。ジオさんありがとう。ワンちゃんワン、タツさんありがとう。タツの落とし子、新幹線で寝ると首が痛くなる。なる。でもなんか運によるって感じ。ならんかったらラッキーって感じ。もう運任せ。ウケる。今日の顔で写真撮ってほしい。多分あんま変わらん顔で撮れてると思いますのでぜひお願いします。多分6月もこんな顔してたと思う。カレーうどん用パーカーやん。わ、これリリー・ブラウンのね、かわいいんですよ。リリー・ブラウンお姉さんって感じで好きのクマちゃん、クマちゃんパーカー。絶対にリリー・ブラウンのパーカーでカレーうどん食べたくない。なりゆきさんありがとう。なりゆき、うん、ありがとうございます。じゃあランキングのお礼を読みます。20位中安、39位プルダーアグリ、38位のりふみさん、17位雄大さん、16位ジムジムさん、15位ひろおみさん、14位ひろろんさん、13位ガンスくんさん、12位 FB さん、11位たかひろくんさん、10位しろうけんさん、9位ルディエカさん、8位りゅうきけんさん、7位ぬるりんさん、ラッキーセブン、6位台湾のこうさん、5位ミックさん、4位おいでます元気さん、3位ユリアピースさん、スイスイ、2位阿部寛さん、ツーツー、そしてそして第1位はピューンヒュン、おっちゃんさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエーイ、ありがとう。じゃあありがとう。皆さん今日は急遽だったんですけど来てくれてありがとうございました。ありがとうね。よかった、今日までだった。急走三つ編みの
ポストカードゲットができてよかった。ゲットしてくださった皆さんありがとうございました。じゃあスクショタイムします。パーカーかぶろ。ありがとうございました皆さん。明日からも頑張ろう。嬉しい。2公演見て素敵だった。嬉しい。楽しかった。早く公演したい。おやすみ。またね。バイバイ。明日配信します。